さすがは俺の息子、着替えだけは褒めてやろう。だがここまでだ。やめろベジータ。ゴテンとトランクスを殺す気か。カカロット、カカロット、え、そいつは偽物だ。ベジータが2人？しかもこっちは変な赤紫のベジータで、あっちは変なスケスケのベジータ。一体どうなってんだ？お父さん、早くこいつを倒してよ。倒さなきゃパパが死んじゃうんだ。何？どういうことだ？説明しても貴様にはわからん。え？とにかくそいつを倒さなくては本物の俺が死ぬ。それだけだ。しかも3分以内だ。だがそいつは俺の完全な複製。貴様に倒せるとは思えんがな。はあ？よくわかんねえけど、こいつを倒せばいいってことか。カカロット、まさかここで貴様と戦えるとは夢にも思わなかったぞ。俺らもなんかワクワクしてきたぞ。また桁外れのパワーを持つ奴が現れたか。お父さん気をつけて、こいつはパワーを吸い取ることができるんだ。そんなことはしない。これは生きるか死ぬかの真剣勝負。カカロット、この俺が貴様を倒す。さっさと始めようか。俺らならいつでも準備 OK だ。来い、カカロット。こっちも遠慮はしねえぜ。モナカも見てんだ。下手な戦いは見せらんねえかんな。出しやがれ。お父さん、聞いた？本当にベジータと戦ってるみてえだ。その通りだ。奴は俺のパワーを全て奪いやがったんだ。へえ、そうなんか。っていうことは、今の強さのベジータそのもんと戦えるってことか。なあベジータ、本当にあいつを倒しても構わねんか。もちろんだ。もっともお前に倒せればの話だがな。ベジータと命がけの真剣勝負か。そいつはめちゃめちゃ楽しみだ。俺もだ、カカロット。